これは復元する行為によってですね、これやっぱり文化っていうのはですね、これをもう一度自分たちの手元に引き寄せることができると、そしてそういう私たちは技術を現在持っているということをですね、改めて、まあ、なんていうか人間性の強さを世界にですね、アピールする一つの大きなですね、仕事だというふうには思っていますよね。